どうもこんにちは、天才です。今回なんですけども、こちらシーズン終了13時間ということで、ランク35のキャラでバトロイ潜っていきたいと思います。まあ、今シーズンはね、まあ、総合トロフィーはあんまり上げてなくて最多更新はしてないんですが、勝利数も増えてきて、まあ、35もぼちぼち増えてきたって感じですね。で、今シーズン3体作ったので残りが11体、ランク35が22体になったんで残り11体をぼちぼち上げていきたいと思います。ようやく3分の2ですね。あのフレバトとかいろいろやってて、もう35をこの作るのがなかなかしんどいんですけども、まあね、できるだけ時間作ってこれからもね、来シーズン少しずつね上げていきたいと思います。というわけでバトルに潜ろうかな。まあ、このマップなんですけども、まあ、キャラ的にもね、ダリルマックスは普通に火力もあって強いと思うんですが、ミスター P がね、あのこれロボがいるんでちょっとロボが怖いんですが、まあ、キャラ的にはね普通に強いキャラが残ってるんで3位以内目標に入っていきたいと思います。どれから行こうかな。悩みますね。ミスター P で行こうかな。ミスター P から行きたいと思います。お、早い即マッチですね。いや怖いな、これでマイナス12とか食らったら結構きついんですけど。敵来るなよ。では来た、終わった。ウルトだけね、ちょっとだけ試させてもらって。いやー、なんかいますね。嫌ですね。まあ取らせてくれたんで、ウルトだけちゃんと貯めて、ロボ、まあロボ来ないようにするのもまああれですけど、絶対条件ですけど。おお、なんかロボで湧いてるわ。サビスがどっかいるはずなんですが、これ草むらが多いんで、このミスター P のあのウルトのペンギンちゃんが結構活躍してくれるんじゃないかなと思います。よし、ここら辺置こうか。ここら辺でいいかな。ロボが来ちゃいそうなんですが、まあ、頑張ってなんとかやっていきたいと思います。で、いないですね。このペンギンちゃんがいることで索敵が不要になるんで、それがいいところですね。で、これはちょっと湖渡ってくるダリルが怖いんで、まあ一旦下がると。なんかいますね。ウルトがちょっと溜まってたんですが、この中かな、下ですね。なるほど、ロボだけ警戒ですが、結構いい感じに動いてってますね。で、ここ2人やりたいですね。で、こうダリルが突ってきても、あのウルトでカバーしてあげれば、貫通攻撃じゃないんでダリルは、まあ余裕かな。 OK、 残り4人でロボにも狙われてないと。これは結構いい感じですね。で、ダリルに突っていく予定です。危ない、俺のウルトが無駄に意味なくなるところでやっちゃうと危なかったですね。今これはロボ壊してあげて、キューブいっぱい集めてって感じですね。で、相手が今、2なんで、このまま、よし、1位と。いや、ミスター B 強すぎましたね。なんかダリルマックスも、もちもち強いと思うんですけど、あの、ミスター P の索敵が、かなり効きましたね、これは。どうなんでしょう、黒体。あー、まあ、キャラ的にもね、楽だったんじゃないかなと思います。ふぅ。次マックスいきますか。いや、どっちにしよう、まあ、マックスにしますか。はい、マッチングしましたね。カールタラ、これ下にいる人見えないのが怖いですね。ミスター P いますね。ミスター P はゴリ寄せるんで、こんな感じね。よし、美味しい。いや、これ美味しいですね。これ3つあるだけで火力全然違うんで。で、下のやつをちょっとチェックしに行きますか。でも下のやつも離れていってますね。これ美味しい。ちゃんとチェックしに来て正解ですね。で、多分下に流れてると思うんで、その下でなんかしてるところを狙いたいと思います。レオンですね。右に何かいますね。レオンだと、で、残り8人か。ちょっとちょっかい。いや、移動するんかよ、お前。ウルトだけ貯めたいですね。ウルト貯めれたらあれなんで、もう速攻仕掛けて詰めれるんで、ウルトだけ
探索してください。そう、ウルト貯めると相性いいキャラをゴリゴリ詰めて倒せるんで、こういうのもね、ユニーもいけちゃうんですけど、実際ね詰めてウルトでまだ行く場面じゃないですね。言って残り7人なんで、しかもキューブも結構待ってますね。もうなんかロボに狙われてる人がいますが、そこで探偵が攻撃してる。ちょっとクロウがいるのが大事ですね。クロウに狙われると終わっちゃうんで、多分今の追いかけられてたのがタラかな。タラでそれでクロウがやった感じかな。とりあえずまだ妹っときますか。ちょっとトロフィー高いんで、ここで仕掛けるのは違いますね。ダリル、ピニー、こいつやってますね。ただ俺にあれが言ってるのは、迫撃がずっと飛んできてるのがやばいです。で、ダリルがマジで終わる。これ終わり？本当に。いやー、マジか。クソ、いいとこ持ってかれたな、これは。これは悔しいなぁ、マジで。いいとこ持ってかれた、ダリル。まあ、今のは、まあ、でもトロフィー体がちょっと低いなぁ。まあでも1250超えで、しっかり勝ってるのは、まあでかいですね。で、マッチング時間が今の10分ぐらい。試合時間に3分ぐらいって考えて10分ぐらい勝ってますね。いやぁ、マックス、バトロワで上げるのどうなんかなぁ。正直やってていけなくはないなとは思ってたんですが、まあいけても1100とかかな、多分。やっぱり効率はなんか8ビットとかに比べたら悪いかなと思います。まあ事故が多かったんで、その勝てるんは勝てるんですよね。1位とか2位とか普通に上位取れたりするんですが、やっぱ何やろな、事故が多い。10番はないけど、7番、6、チーミングとか入れてくれないことが多いんで、567番とか567位取っちゃうことも多かったんで、どうなんですかね。今みたいな感じで、マジで芋マップみたいな感じでできたらいいんですけどね、今の。って考えたら、このマップ意外と上げれるマップなんかな。今のマップだと、ブッシュが多くて、チーミングとかも結構しづらいと思うんですよね。裏切りやすいし。どうなんですかね。ちょっとあんまりこのマップやったことないであれなんですけど、今は2回やった感じだとそんなにチーミングも見られないし、でマップが広いんで、その分散しがち、端の方に箱があったりするんで、まあ、その部分でもねチーミングないんで、まあ、上げやすい感じはしますが、まあ、よかったらバトルワゼの方よかったら教えてください、コメントの方でよろしくお願いします。じゃあラストやっていきたいと思います。でまた今回はダリルなんで下からいきますか。レオンか。リロード吐かして、やばい、待ってよ、これはやばいですね。一旦逃げましょう怖すぎる、このコートロで一気に仕掛けちゃうとマジ終わっちゃうんで、まあレオンもウルト使ってあれなんですけど、お互い痛み分けということで。いやシェリーいるのやばいですね。あとブルも普通にきついんやけど、まあ丁寧にいきますか。いや先に逃げといてよかった、上からもなんか来てたんで普通に危なかったですね。でレオンはウルトちゃんと当てれば倒せるんで、まあそこはいけるかな。いやーちょっとタンクきついですね。やっぱりさっきマックスと P やったんですけど、やっぱ射程ある分ね、なんか動きやすいですよね。このキャラは今壁際に沿ってしかいけないんで、壁際に沿ってちまちま攻撃当てるぐらいしかできないんで、まあその面でもちょっときついですね。まあ、今ミスター P だとここ下に攻撃できてまたペンギンが索敵してくれるし、いや強いですね。ミスター P 弱体がこんなかな。あれシェリーどっか行きました。ちょっと見てない間にどっか行ってますね。ローサが狙われてると、レオンがまで行ってますね。で絶対ロボには狙われたくないんで逃げます。いややばいですね、シェリーが。待ってよ、
ここで倒しちゃうとロボに狙われるんで一旦逃げます。ブルですかね、あと1体はちょっとわかんないんですけど、あ、いましたね、ブルなんで、まあ、こっちのキューブを回収するのが大事ですね。回収できなかったです。まあでも3位内なので下がることはないんですが、ブルと協力して行きたいところなんですが、ブルが狙ってきますね。ブル倒すしかないかな、これシェリーが狙ってきます。やばい、シェリーに狙われたらマジで終わる。やばい、いやマジか、なんか最後微妙、マジで微妙な感じで終わった。いやーこれちょっと悔しいな。まあでも結果的に1位、2位、3位なんですけど、いやー今のなんか普通に相性きついしやばかったですね。いやーまあでもキャラ的にも、いやちょっときつかったな。くそ、前回1位1位とあと何位だっけ、3位かな、3位とかやった気がするんですけど、いやー前回よりうまく いかなかったですね。まあ、初動はまあ、これどうなったんかな、結局上から来てたんですけど、まあ、これ逃げるのは正解ですよね、多分こっちから来てたんで、まあ今回はこんな感じで、まあ、下がることなく無事シーズン終了を迎えれると思うので、一応順位見ときますか。ダリルがグローバル4位、ミスター P がグローバル11位、これで11位か。ヤッピさんが結構上げて1位ですね、圧倒的に。でマックスが5位と、まあこんな感じですね。まあグローバル1位は別に目指してないんであれなんですけど、またね全部ランク35いったら、もしかしたらあのジェシーの時みたいにあのトロフィー1400以上目標に、なんなら2000とか将来的にはいけたらなとか思ってるので、まあねまずはランク35全キャラいけるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。